ンポン。おなしゃっす。ん、ゆずきゆかりというのかい。贅沢な名だね。今からお前の名前はゴリラだ。原型がね。誰がゴリラだよ。名前への順応早すぎん。今日はこういった方向性でいこうと思います。どうでもいいけど、そこの画像を見せんなよ。絶対だぞ。あかりちゃんもレッツチャレンジ。あかりちゃんというのかい。それフルネームちゃいますよ。贅沢な名前だね。手足ばくぞ。今からお前の名前はゴリラちゃんだ。どこ残しとんねん。明かりを残せやってか。お前がつける名前ゴリラばっかじゃねえか。バナナ。うるせえよんなゴリラ。ついなちゃんもレッツチャレンジ。ついなちゃんというのかい。はい。贅沢な名前だね。今からお前の名前はどうせゴリラ関連。明かりちゃんだ。なんでだよ。貫けやゴリラを。思いつかない。うるせえよ。なんでもいいけど使い回しはやめろや。わけわかんなくなるから。あ、今こんな感じです。意味不明。ちっちっち。他に名前つけてほしい子はおらんかね。もはやお前誰だよ。じゃあこの子はどうでしょうか。ふん、うんこというのかい。贅沢な名前だね。そうですかね。今からお前の名前はジンク。いいか、このチャンネルは良い子のみんなが見てるんや。下ネタ NG で頼むで。はい先輩。はい、ついなちゃん。うんこはいいんですかね。うんこは愛嬌でしょ。ね、うん。